7月12日、現地時間、以下同。ついに、コロラド州のデンバーで、MLB オールスターゲームのゼニア祭り。ホームランダービーが行われた。優勝は、今ダービー通算74本を放った、メッツのピート・アロンソ。前回、2019年に続き、史上3人目となる連覇を果たした。一方、事前のオッズで一番人気だったエンゼルスの大谷翔平は、初戦で敗退した。この結果は、予想通りだったか。それとも予想外だったか。少なくとも、日本人選手として、初めて出場を果たした、大谷翔平は、初戦から球場を魅了した。いや、むしろこれが、ホームランダービー一番の盛り上がりであった。6月18日。大谷翔平がホームランダービーへの出場を表明した時からファンが求めていた姿がまさにそこにあったのではないだろうか。やはり大谷翔平はファンを魅了する特別な力を持っている。初めてのホームランダービーで、あれほど壮絶な戦いを見せられるとそう感じざるを得ない。第1ラウンドの最終組で登場した大谷翔平は、制限時間3分に加えて1分のボーナスタイム、全ラウンド。全選手に最初から与えられる30秒と475フィート、約144メートル以上の本塁打を放った場合に与えられる30秒の間。先行のフアン・ソト、ナショナルズと同数の22本を放ち。対決の決着は今イベントでは、初で唯一の1分間のタイブレークに持ち込まることとなった。しかし、ここでも大谷翔平はソトと同数の6本を放ち、お互い勝利を譲らない状態がさらに続いた。28本対28本。どちらが勝ってもおかしくない状況に、球場の観客も大喜びであった。最後は3スイングオフというサドンデスが行われた。1本でもミスをすればその時点で敗退が決まる。先行のソトは3本塁打を放ち。31本。プレッシャーがかかる大谷翔平は最初のスイングでファースト方向へのゴロを打ち。勝負に敗れた。大谷翔平の敗退にショックを受けたファンは、少なくない。オッズでも一番人気であったことから。大谷翔平の優勝に期待したファンは特に大きな悲しみに暮れていることだろう。しかし、ホームランダービーは一発勝負の対決。やはり予想通りにはいかない。まずオッズで2番人気だったギャロ、レンジャースはまさかの初戦敗退。19本という結果に終わったギャロに対し、応援していたファンは、何があったの？いや、どうして？さらに、がっかりさせられたなどといった悲鳴にも似た悲しみの声を上げた。一方、3番人気だったアロンソは、第1ラウンドで今回最多の35本を放ち、難なく初戦を突破。その後も、第2ラウンドでは持ち時間の48秒を残し16本で、大谷翔平を破ったソトを下し。そして、ある意味では、予想通りに決勝まで駒を進め。ここでも32秒を残して23本を放ち。先行のマンシーニ、オリオールズを破った。大谷翔平の敗退に対して、エンゼルスのファンはそこまで大きな悲しみに暮れてはいなかった。エンゼルスの公式アカウントが SNS に投稿した大谷翔平の結果発表には、精一杯頑張った。大谷翔平が楽しんでくれればそれだけでいい。いや、今夜、大谷翔平が見せたパフォーマンスを誇りに思うと、大健闘を称えるコメントが多く寄せられた。中には、勝って欲しかったけど負ければ休めるから。この結果は嬉しくも悲しくもあると、大谷翔平の体調を心配し、この結果にほっとするファンもいたり、この結果に納得ができず、球筋が良くなかったや、首にしろなど、打撃投手を務めたジェイソン・ブラウニ氏、エンゼルスのブルペン捕手に対する怒りのコメントが書き込まれるなど、ファンの気持ちは引きこもごも。それでも、大谷翔平は、初戦で最大513フィート、約156メートルの大飛球を飛ばし、事前の期待通りの結果を残している。また、大谷翔平は、練習時も同様の距離の飛球を現地のファンに見せていた。大手メディアの ESPN が SNS で公開した動画で、その様子を見ることができる。その動画の中で、大谷翔平はクアーズフィールドのライトスタンド3階席付近に打球を飛ばしている。推定150メートルを超える大谷翔平の非凡な打力に、実況もただただ驚愕するばかりであった。ちなみに、そこは2018年に大谷翔平がバッティング練習時に飛ばし大きな話題を呼んだ場所で、本戦でも大谷翔平の打球はそこまで届いている。ホームランダービー自体は初戦敗退となったが、そもそも日本人選手、さらに投手として史上初の出場となり、初戦からタイブレークとサドンデスを行い、最終的に28本という記録を残した。すべての野球ファンを驚かせる大谷翔平の驚異的なパワーを全米に見せつけるには、十分すぎる結果ではないだろうか。そして、7月13日にはいよいよ、オールスター本戦が行われる。起用法が注目されていた中、12日に行われた両リーグの監督会見で、大谷翔平は先発として登板し、打順は1番指名打者になることが発表された。MLB は大谷翔平が二刀流で出場できるよう、指名打者制を解除しなくても済む特別ルールを新たに作った。オールスターゲームのルールを変えてでも大谷翔平の二刀流が見たいという世界中のファンの希望を叶えた MLB の粋な計らいに現地は大盛り上がりを見せている。ファンの期待が最高潮を迎える中、大谷翔平はどのような活躍を見せてくれるのか。歴史的なこの試合は必見だ。次のオーディオビデオでお会いしましょう。